皆さんこんにちは、沖口優奈と岸澤遥でーす。でーす。はい、ということで個人 YouTube？ 違いますよ。いつ解説しました私個人チャンネル。今回はですね、沖口優奈お悩み相談室になんとゲスト吉澤遥さんが来てくれました。だからちょっと保健室みたいな。いや、そうです。保健室っぽい感じで。保健室、保健室、保健室、保健の先生だ。見てきた、なんか。ということで、今回は、はい、吉澤さんと一緒に、ファンの皆さんのお悩みにを解決していこうということで、すごい素敵な企画ですね。やらせていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは1個目、はい、実年齢より若く見られるの複雑になってきたので、少しでもお姉さんらしく見える服装などでおすすめあったら教えてほしいです。ゆなちゃんの私服、ワンピースもダボットスタイルも大好きです。ありがとう。ゆうじろ、ゆうじろ、ゆうじろ出てた、ゆうじろ出てた、マジマジ、危ね危ね、ですぐ出ちゃう、最近もう私の自我を飛び越して出ちゃうんだから、ゆうじろだって大人っぽく見られたいんだって。一緒だね。うん、はるかと一緒じゃん。はるか答えてあげない、これ。お、じゃあ服装だね。うん、ファッションデザイナーとして服装はやっぱロングスカートとか、確かに、あと落ち着いた色、はいはい、黒、茶色、ベージュ、ベージュとか、うん、そういうその色も落ち着いてて、それでスカートもロングにしたりとか、はいはい、そう、結構さ、でもさ、なんかさ、ジーパンでさ、綺麗めスタイルって結構高テクニックじゃん。むずいよね。そう、ちょっとさ、スニーカーとか合わせちゃうと、うん、はいはいはい、幼くなっちゃうから、うんうんうん、だから一番簡単なのはその落ち着いた色のロング丈のスカートとか。確かに私の服装だね。あ、そうそう、今のゆうなちゃんみたいなね。ちょっとロングが見えてないんですけ けどあと髪の毛巻いてみるとか。あ、いいね。そう、そういうところから実年齢より若く見られるのが悩みということで、うん、多分何歳の方か分からないんですけど、うん、お姉さんに見られるんじゃないかなと思います。ということです。私も結構それかもしれないので、同じような服装にしてみましょう。ダボットスタイルじゃない方で。でも確かにゆうなちゃんってさ、うん、結構さ、パーカーとかの時もあるじゃん、冬とかさ、うんうん、で急になんかピタッとした服とか着てくる時に、うん、あ、お姉さんだと思う。あ、じゃあやっぱその服装がいいんだ、うん、あとちょっとなんかヒールっぽい、はいはい、じゃあ私のインスタとかに基本的に載ってる服装で。載ってるかな。ゆうなちゃんインスタ更新してましたって。インスタ苦手なのよ。ツイッターはね、得意なんだけど、 X か。まあね、でもなんかいろいろさ、 YouTube とかそういうコンテンツ、確かに私服とか上がってるので、こういう時はね、着てるので、よろしくお願いします。あとマジラチね。マジラチ、マジラチでもほとんどパジャマだって。あ、確かに。失礼な、パジャマで着てねえし。間違えた。はい、じゃあ続いて、一番好きな人とどうしたら結婚できますか。一番好きな人とどうしたら結婚。いや、でもさ、やっぱりさ、その一番好きな人とっていうのはさ、もうあれじゃん、なんかこのどう結婚できるかって言っちゃってるからさ、先の先見すぎちゃってんじゃない、ちょっと。あ、だってさ、じゃあ今付き合ってる彼女とどうやったら結婚までいけますかだったらさ、まだ、まあね、確かに確かに、うん、一番好きな人とっていうさ、あれだと、もうなんかさ、多分付き合ってないわけじゃん。確かにね。どうなんだろう、この人は。ね、だから付き合、もし付き合ってるんだったら、うん、そのままね、ね、長続きすれば、ね、机の上にゼクシー置いてみるとか。いきなり。確かにね。匂わせてみるとかね、うん、この結婚を。もしかしたらね、そのなんか、うん、今はその人って思ってるかもしれないけど、出会うかもしれないし。確かに。そうだからね、まあ頑張ってください。ファイト。続いて、はるかえる党じゃないので沖口さんをいじれないです。振り立ち位置よく間違えるはるかさんについて一言。怖い。振りを間違えた時にニヤニヤしながら私を見ないでください。私も釣られそうになるので。なんか間違えた時になんかはるかと目がなんかみたいな顔でこっちに、なんかすごいヨナちゃん見ちゃうんだよ、見てくる。なんかヨナちゃん見ちゃう。なんかさ、その多分ダンスの先生がさ、ついてないリハーサルとかあるじゃん、うんうん、メンバーだけでやるとき、そのときって私がさ、
こうみんなを見てさ、あここをちょっと修正するよみたいな役割をしてるじゃんか、うん、だからさダンスの先生が混じってるみたいな感覚になるんじゃない。確かにダンスの先生だと思ってんのかもしれない。踊ってる途中に間違えた時にで、あってこっち見て、でも確かに早く間違えた時ダンスの先生に見るもん多分その感覚になってるんだから。私もさ、このはるかが間違えたことによってさ、私もステージ上でなんか気散ってるやつになるよね。ニヤニヤするからあれね、みんなに見てほしい、あのみんなに気づいてほしいっていうか、あの間違えてる時に、はるかがよく間違えるってところ止まりじゃなくて、よく間違えた後にお木口さん見てニヤニヤしてるってとこまでをみんなにお伝えしたい。見てほしい、それを目撃してほしい。見てください。私だけでとどめるのはちょっとね、もったいない。続いて、現在沖口優奈特選ブラックリストに載ってしまいました。特製ブラックリスト、特製ブラックリストに載ってしまいました、はい、解除するように検討していただいてますが、なかなか解除になりません、はい、どのように対応したらよいでしょうか。謝罪メール、自己調査報告書の提出、菓子折りを豪華にするなど教えてください。はるかちゃん教えてあげたら。どう、え、どうしたらブラックリストから抜けれるか、うん、頑張れちょっと眠くなってきちゃった。相手が一番言っちゃった時のあれで頑張れ。まあね、まあ、ブラックリストに乗ってしまったということは、やっぱり私にそのマジパのラジオにそのお日口のオチのコーナーやれだのやっぱ言ってしまったことが原因だと思いますので、原因はね、あるからね、はい、ちゃんとね、やっぱその原因を解決するっていうのがまず大事なんじゃないでしょうかですって。私にオチを求めない、オチのコーナーをマジラジに求めない、これが一番でございますだそうです。はい、続いて、特に用事もないので実家に 5,6 年帰ってないのですが、久しぶりに帰ってきた時にどんな顔をして第一声どんなことを言ったらいいでしょうか。え、どんな顔、はるか、はるかやってあげなよ。可能であれば実演してほしいです。 OK です。じゃあ久々にね、5年ぶりに実家に帰ってきました、うん、ちょっとその心配もかけちゃってますの時の玄関、この扉開けた瞬間の顔やって。じゃあお母さんの顔は、お木口さんがやる、うん、はるか絶対帰ってこない。元気してた？会ずにだそうですだそうです。おやすみなさい。やっぱね、ちょっとね、なんかちょっと気まずくいくとあんちゃんも気まずくなっちゃうから、ただいまとかだったら気まずいから、え、元気してた？みたいな軽く言ってください。明るい感じでね、明るい感じで、そんな感じで言ってみてください。はい、はい、本気でそろそろ痩せたいです。おとのことです。頑張りなさい頑張りなさい。お菓子が食べない、ダイエット方法みたいなおすすめの、ないよ、もう体動かすことだけしかないよ。じゃあマジパンの振りをいっぱい踊って、あ、そうだ、マジ時をさ、1日100回くらい踊ったら多分めっちゃ痩せると思います。めっちゃくちゃ痩せるよね、多分1週間で5キロはいくよね、うん、めっちゃ痩せると思います。頑張れ、マジパンのダンスを踊りましょう。あ、女性からです。20代後半に差し掛かり、お肌の曲がり角にぶち当たりました。ゆなちゃんが使ってるスキンケアやベースメイクのおすすめ教えてください。これゆなちゃんに対しての質問募集だったのであれだけど、はるかもあったら、なんだろう寝ちゃったすやすや、ここにあの ZZZ ブルジェイ、なんだろうな、私スキンケアあんま分かんない。あ、メイク前にあの朝用のパックをする。ゆなちゃんいつもしてるよね、うんうん、あれすごいいいと思う。お、うん、なんかみんなさ、夜のさお風呂上がりとかさ、イメージあるよ ね保湿とかパックとかするじゃん。朝って時間ないからあんましないじゃんか、短時間でもいいから穴のこういう部分パックとかをする。私のおすすめはウォン・ジョンヨの部分用パックと B アイドルのモーニングルーティンパックですだそうです。はい、はるかちゃんは、はるかちゃんもでも今めっちゃ肌荒れちゃってて、うん、でもそうですね、なんか スキンケアとか分かんなくって、ずっとでもハトムギ化粧水とか使って、あとなんか90何%みたいな書いてあるさ、あ韓国、はい、
バズってるやつだ。そう、はいはいはい。でもあれはでもそらちゃんとかも使ってるし、やっぱね、うん、結構いろんな人が使ってると思います、うん、だってそう、よければよければで、その 90% のやつ買ってみてください。DM いただきました。木口ゆなさんへ相談があります。私は服を買うのがとても苦手で、誰かに頼まないと服が買えないくらい苦手です。ただいつまでもそのままだとダメなので、人に頼む以外で服を買うときにヒントにしていることがあれば教えてください。私が服を買うときにヒントにしていること、あとなんか男性のこういう服好きとか、ああなるほどね、言ってみたりしたら、ね、私服を買うときはでもね、私やっぱりそのコーディネート組むのが苦手なのよ。はるかとか得意じゃん、このバラバラのやつかネタ、うん、バラバラのやつを買ってバラバラの組み合わせでっていうのは苦手だから、ワンピースとか結構多いかも。でも男性ですか？男性だから、うん、好きな男性のファッションでもさ、男性ってさもうさ白 T にジーパンでいいんじゃない？白 T ジーパン誰に服装今私も思った。いや別に私のマネージャーに言ってるわけじゃない言ってるわけじゃない、なんか言ってんじゃん。男性は、うん、もう白 T にジーパンでいいんじゃない？それなんかさ、オーディションに応募してる人みたいになっちゃう。あ、分かった、だから分かった、はい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 、白 T じゃなくてもいいけど、無地の T シャツにジーパンとか。あ、先生、はい、はい、ロゴが入ってちゃダメなんですか？まあ、ロゴ入っててもいいけど、ない方が一番だっていいんじゃない？私はね。あ、じゃあはるかちゃんはロゴあった方がいい？え、ロゴはいらないけど男性でしょ、うん、あ、だか男性だったらさ、まあ、とりあえずシャツとか、うん、はいはいはい、なんかさ結構パンツとかもさ合わせやすそうなさ、うんうん、パンツとか一個持っとけばさ、ね、いろんなものに合わせられるんじゃないですか、うん、あと私のおすすめは、うん、まあね、男性だからわかんないけど、うん、そのなんか自分の着たい服とかその好きな好みのなんかそういう系統を着てる人の YouTube とか見たり、うん、あ、なるほどね、こういう着方可愛いとか、確かに SNS を駆使してね、そう TikTok とか、まあ、インスタとかね、そういうのを見ればいいと思う。確かに男性シンプルコーデとかでも多分出てくるもんね、うん、あるあるあるシンプルがもう出るっていうのが、あとまあ私はね、確かに、でさ、そのなんかあれだったら GU とかって、うん、あの店員さんコーデとかも載ってるの。あ、はい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 、だからその例えばこのズボン買ったら、あ、こういうトップス合わせればいいんだとか、逆にそのトップスは、あ、こういうズボンとか、そのなんか組み合わせとかも参考になるから、はいはい、そういうのを見ればいいと思います。いいじゃん、さすが GU マスター。ぜひぜひ。深刻なお悩み、どうやったら彼女できますか？あれ、待って、すいません、深刻だ、ね、DM でいただいて、深刻だ、深刻だった。でもさ難しいよね。だってさ、一番いいのはさ、彼女が欲しいじゃなくてさ、好きな人と付き合いたいが一番いいわけじゃん、うん、さっきあったんですよね。確かにあったけど、ありましたね。みんなやっぱ悩んでんだ。難しいよね。まず好きな人できてるのかっていうことだよね、その人が。どういう考えなのかにもよるよね、うん、そのさ、結婚前提としてとりあえず、うん、付き合いたい、はいはいはい、一旦なんかいろいろデートとかしたいみたいな、うんうんうん、なのかも結婚前提に真剣にお付き合いしたいのかとか、うんうん、難しいよね。でもなんかさ、そのむずいね、彼女がどうやったら彼女ができますかって。でもさ、まずさ、うん、自分を磨くとこから始めたらいいんじゃない？確かに。そのなんか探す探すっていうよりも、うん、自分がどうやったらその魅力を出せるか、運命の人が急に現れた時に その人に好きになってもらうために、そういつでも準備万端な状態でいた方がいいってことか。そう、確かにそうだね。ですって。ちょうどさっきの質問とつながるね。確かに服装をちょっとおしゃれにしてみたりとかね、うんうん、素敵ね。でもきっと出会うべくタイミングでいい人は現れるんじゃないでしょうか。おお、もしかしたらそれがゆなちゃんかもしれない。かもしれない。もしかしたらね。
ね。ないでしょ、そういうの。出ろ、出ちゃう。危ない。全然出ちゃってる。全然出ちゃってる。乗っ取られそう、裕次郎に。じゃあ最後でいいかな。最後の質問。と悲しい質問。最近思い出の場所や質問じゃなくか。そうだそうだ。そうだね。かな、ちょっと切なめお悩み。お悩みね。最近思い出の場所や好きだったものがなくなっていくことが多く切なくなります。気持ちを切り替えようとしても思い出に浸ってなかなか前に進めません。この気持ちを切り替えるいい方法があれば教えてください。わかる。アイドルとかもそうだよね。ね。推してたアイドルが卒業とか解散ってなってもね、寂しいもんね。でもわかる、なんかさ、うちの近所にあったさ、スーパーがさ、久々に実家の帰ったらさ潰れてたりさ、え、ここにあったのにみたいな、あれ切ないもんね。うん、そういうこと。でもね、めっちゃわかる。うん、なんかさ、そのはるかは高校の、うん、なんか、はい、てかなんか高校生ってさ特別じゃん、うん、中学生とか、うん、大学生になってからその高校のこうみんなで一緒に授業を受けてとか、うん、その生活、学生の生活をすごい寂しく思うの、はい、なんかもう戻れないんだなって思っちゃう、うん、もう二度と戻れない。わかります、わかります。でそう、私の学年は特にそのコロナで思い出も少なかったから、そうだ、ね、これがもしなかったら、うん、もっとこう楽しかったのかなとか、みんなと一緒に旅行行ってとか、ね、そういう寂しい思いをめっちゃ効果聞きながら悲しい思いするなんかでも確かに、でもなんかもう、うん、その戻りたい戻りたいっても戻れるわけでもないしさ、うん、そういうさ寂しい場所とかもそうだけど、うん、だからでもなんかもうそれを切り替えるっていうのは難しいから、うん、なんかそれをいい思い出として残す分には別に、なんか思い出して寂しい気持ちになるのも別にいいと思うし、それだけその場所に思いがあったりとか、その出来事とかにねあったってことだから、まあなんかとことん浸ればいいんじゃないでしょうかね。なんか新しい好きなものを見つけたりしたらさ、うん、なんかまた新しい好きが増えてさ、その今悲しい思いがさ気づいたらさ、うん、過去の思い出に慣れてることもあるよね。確かにね。だからね、確かにね、寂しい。でも無理にその忘れようとしたりとかしなくていいと思います、うん、いいよね。だって無理に忘れようとしてる間って忘れられないんだもんね。そうだよ。自然と感傷に浸りながら、うん、いろんなとこに目向けてみて、新しく好きになれそうなものとかがあれば、はい、それにも目向けてみてたらいいんじゃないでしょうか。いいじゃないでしょうか、はい、じゃあ最後に今の自分のプチ悩みをお互い言って終わりにしましょうか。最近のプチ悩みで、お互い解決して終わろう。そうだね。なんだろう、なんだろうな。はい、あ、どうぞ。トイレが近い今日の悩み、今日10回ぐらい、マジで言ってるよね。原因は分かってる。私水を飲みすぎ飲みすぎだよ。解決しました。水飲みすぎです。私のプチ悩み、うん、ある。私ね、福岡来る途中に本当にあって思ったんだけど、昨日足の爪を切ろうと思ったのに切んの忘れちゃった。切りましょう。切りましょう。解決しました。でもね、私もね、前髪切るの忘れちゃった。ああ、みんな切んの忘れちゃって。幸せなことだね、こんなくだらないことをなんかゆるっと悩みって言えるのは。でもなんかまた遠征行くたびにこのコーナーあるらしいからあ、そうなんだ、うん、もう深夜テンションみたいな、うん、そうそうそう、だからまたよかったら出てよ。はい、かしこまりましたということで、今回は沖口お悩み相談室 with はるか in 福岡ということで情報量かな、ね、そうということでやらせていただきました。結構ね、はるかがいい回答をいっぱい出してくれてましたので、また次回も呼びたいと思います。じゃあ見て手でかい、しょうもないです終わりたいと思います、うちらはもうこの後すぐ寝たいと思います。おやすみなさい。ということで、皆さんのお悩みが浄化されますように。
間違えたことに皆さんのお悩みが解決されますように。間違えてる。そういうの言わなきゃ。謎の中もう序盤から間違えてたんだ。走り出しから間違っちゃってた。ということで、あの皆さんのお悩みまた解決できるように、なっていきたいと思いますので、引き続きお悩みを送ってください。それではバイバイ。バイバイ。この動画がいいと思った人は高評価。